皆さん、Do It Yourself Ideas にようこそ。今日はルームバンドボードを作ってみます。まずは木の板を用意してください。木の種類は自由です。この板は 25cm×9cm の大きさです。次に 2.5×25mm のカス貝を用意してください。鉛筆と金槌、それに板を飾り付けるためのテープも必要です。これらの素材はすべてホームセンターで揃えることができます。まず板に線で印をつけます。最初の線は左から1センチのところに書いてください。残りの線は2センチ間を空けて書いていきます。このように板の真ん中と下にも線を書いてください。次に線を挟むようにカス貝を板に打ち込んでいきます。これをすべての列で繰り返してください。ルームバンドボードはこれで完成です。室外の上にゴムをかけることができます。ルームボードに飾りをつけてみてはどうでしょうか。皆さんもぜひルームボードを作ってみてください。このビデオが参考になったと思う方は評価やコメントなどをしてください。